ミケランジェロのフィギュラティブ作品、アダムの創造をフィギュラティブアートとは、明らかに現実の対象を源として引き出された。それゆえに、リプレゼンテーショナルと定義される芸術、美術作品のこと。人物、さらには動物の姿を描いた美術を意味することが多いが、必ずしもそうである必要はない。抽象芸術が現れて以来、フィギュラティブという語は、 現実世界と強い関係を持つ近代美術のあらゆる様式に使われてきた。つまり、絵画と彫刻はフィギュラティブ、リプレゼンテーショナル、アブストラクトのカテゴリーに分けることができる。しかし厳密に言うと、抽象芸術はフィギュラティブあるいは他の自然の源から引き出されたものである。一方、フィギュラティブという語は時として、 具体的な対象の姿から引き出されていない芸術、例えばノンリプレゼンテーショナル、ノンオブジェクティブの同義語として使われることもある。フィギュラティブアート自体は抽象して取り出された形の暗黙の理解に基づいている。古代ギリシア彫刻の人物像は、そのフォルムは理想化され幾何学的であるゆえに、自然を模倣したものとは言えない。エルンスとゴンブリッジは、 図式的なイメージの制限や、目で見たもの以上にすでに知っているものへ執着することを言及し、エジプト芸術の中に見られる、記憶を元にしたイメージの明快さを指して、エジプト的方法と呼んだ。最終的に理想化は、観察に屈することになり、紀元前480年になると古代彫刻の中にも理想的な気化図形的配置と以前よりました。リアリズムが調和した。 フィギュラティブアートが見られるようになった。ギリシア人たちは未名室としての視覚的観察への信頼を好んだ。印象派の時代までにフィギュラティブアートは敵対する原理とは僕する試みによって特徴を付けられた。ニコラプスさんやジャック・ルイ・ダビットの新古典主義の台頭は最終的にギュスターブ・クールベやエドアール・マネの写実主義を引き起こした。 フィギュラティブアートが依存する外観の要素、デザインによって生み出される美学的効果には、線、図形、色、光と、影、マッスボリューム、テクスチャー、遠近法が含まれる。ありがとうございます。